こんばんは、鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。ちょっと喋るだけで乾くなるんですけど、これはですね、なんだかんだ初めてやる企画なんですが、最近の使い切りスキンケアを紹介していこうと思います。15点かき集めてきました。私地味にリップスとインスタのストーリーで使い切りスキンケアレビューみたいなのをしているんですけど、ちょっとね、せっかくだったら動画にして一気に紹介した方が参考になる方もいるかなと思い、ちょっとこの動画をね作ってみようかなと思いました。もうコスメは何でも合うんですけど、私の肌が厄介なのでスキンケア合わないものが多いですね。なのでちょっとね、辛口レビューにはなってしまうかもしれないんですけど、季節のね変わり目でもありますし、スキンケアの参考になったらいいなと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくりしかの間でお過ごしください。秋入ったってのに暑いです。私の肌プロフィール、肌特徴っていうのが大きく分けて3つありまして、まず1つ目が顔がね、めちゃくちゃ赤くなります。で、体温がすごい上がりやすくて、赤な顔でもあるし、ほんと赤みが出やすい肌です。で、2つ目はこの間肌診断行ってきたんですけど、乾燥肌ではなく超乾燥肌でした。夏でも乾燥しやすい、粉吹きやすい、皮むきやすい、砂漠肌質で。で、3つ目が極薄肌です。ちょっと血管とか苦手な方はスキップしてください。こことかもなんですけど、私皮膚がすごい薄いので、それでね、クマとかもすごい出やすいし、血管とかがね出て本当に赤みとか出やすい肌質で、スキンケアも重たいものが合わなかったりするので、乾燥プラススキンケアは質感だったり滑らかさ、肌にのせた時点で成分とか関係なく質感でね、肌に結構ダメージくるものもあったりするので、本当にね、リピートするものが少ないんですね。なんですけど、よりいいものに出会いたいため、めちゃくちゃ買ったりいろいろ試したりしてます。なんでね、それぞれ肌質は違いますし、私がちょっとリピなしかなとも思うものもありますが、肌質によってはね、もうめちゃくちゃ合うみたいなものもあるかもしれないので、ちょっと肌質によってね、合うかな合わないかなみたいな考えながら見ていただけると嬉しいです。何かね、皆さんにとって良きスキンケアの出会いになったらいいなと思います。それではですね、順番なんですけど、クレンジング、洗顔と実際にスキンケアやる順番で紹介していきたいと思います。化粧落としから紹介していきます。今回使い切ったクレンジングは2つ。1つ目がレシピオのモイストクレンジングオイルジェルでございます。これすごい良かったです。8月から9月にかけての毎日クレンジングとして使ってたんですけど、ジェルタイプのクレンジングは多分初。出すとこんな感じで、クリアのね、ジェルのクレンジングなんですが、まあ、マスカラ塗ったんですけど、マスカラとかはポイントリムーバーで落とすんですが、結構ね、しっかりとベースだったりティントとかマスカラ以外は落としてくれるので、ちょっと拳に塗ってるだけなんでね、マスカラも落ちちゃったんですけど、まつげに塗った状態のマスカラだと落ちにくかったです。ジェルなのにしっかり落ちてくれて、とにかく肌にめちゃくちゃ優しいので、リピートはめちゃくちゃありです。最初はね、ジェルなんですけど、伸ばしていくとオイルのような質感に変わるようなクレンジングで、この間ね、肌診断いた時にちょっとね、乾燥が増しててシワがね、急激に出てきて、オイルもね、肌荒れないんですけど、いつの間にかね、乾燥させてたみたいなので、クリニックの先生からオイルよりもジェルがいいよって言われたので、このね、レシピオのジェルを使い始めたんですけど、調べるとね、他にもジェルのクレンジングたくさんあったので、ちょっと私はジェルクレンジングの冒険に出ようかなと思うので、一周回ってこれが良かったらリピしたいけど、他にもね、いいものもたくさんあるかもしれないので、どこのだっけな、サラナルっていうね、すごい有名なクレンジングジェルがあるんですけど、これもね、良さそうなので、次はね、そのサラナルを使ってみようかなと思います。ゆっくりね、伸ばせば伸ばすほど滑らかになってとろけるテクスチャーなんで問題ないんですけど、ちょっと最初のジェルの時点が少し固めかなっていう印象でも、全然負担とかはないので問題なし、かなりのお気に入り。さあ、クレンジング2つ目がこちらです。ビオデルマのサーシビオ H2O I でございます。これ目元だったり口元用のポイントメイクリムーバーで、もう入ってないですけど、ここの半分が白くって下がブルーみたいな、こうやって混ぜて使うタイプのポイントメイクリムーバーで、ちょっとね、この混ぜる作業がね、めんどくさいなとも思いつつ、けどマジで落ちる。ちょっとテクスチャーがね、出るかな、出た。しっかり落ちるんですけど、粘り気とかオイルっぽさがないんで、ヌルヌルした不快感もないし、使いやすいです。何より肌にすごいいいので、リピもね、すごいありだなって感じがします。これティントなんですけど、肌に優しいしね、目にも染みないので、こっちのね、ヒロインメイクのスピーディーポイントメイクリムーバーが好きで、これ2本ぐらい使い切ってるんですけど、ちょっとこのビオデルマと次どっちリピするか、ちょっともう一回ね、こっちのヒロインメイクを使い切って決めたいなと思います。目に入ったらね、曇るっちゃ曇るんですけど、痛いとかはないので、あと目
目元とかヒリヒリしたりするものもあるんですけど、そういう痛みとかヒリつきもなかったので、肌に優しいんだなと再確認しました。しっかり落としてくれるんですけど、まつげだったり目元を保護して保湿してくれる、プラスデリケートな肌にも優しい手法なんで、同じ肌質で結構メイクしっかりやるよって方とかは、振るっていう作業がね、めんどくさくなければめちゃくちゃいいかなと思います。さあ、続いてがクレンジング部門が終わりまして、洗顔部門に参ります。洗顔部門はですね、2つありまして、まず1つ目がこちら、アフーメイドの酒粕洗顔でございます。これ肌のね、くすみとか毛穴汚れが気になる方におすすめなんですが、香りがですね、めちゃくちゃ酒の香りなんでね、ちょっと初めて使った時にうってきたんですけど、結構ね、香り気にしてる方はもしかすると苦手な方もね、いるかもしれないです。ちょっと私はあんまり香り普段気にならないタイプなんですけど、少し洗ってる時にね、ちょっと息苦しくなっちゃいましたね。めちゃくちゃね、コスパいいんですけど、美白成分でもあるアルブチンが配合されていたり、この酒粕っていうのは日本酒をね、作る際に出る副産物らしく、酒粕っていうのは肌にすごい嬉しい成分がたくさん入ってるみたいで、日本酒を作る職人は手が美しいって昔から言われてることなんですけど、多分そこに着目して作られたアイテムだと思うんですね。でも香りからね、もうしっかり酒の匂いしますし、結構ね、濃密でクリーミーな泡にもなるので、泡立ちはね、パーフェクトでした。ちょっとね、こうやって撫でるとわかるんですが、これスクラブがね、配合されているんですよ。で、このスクラブがただのスクラブじゃなくって、なんと米粉のスクラブなんですよ。なので毛穴も綺麗にしてくれるんですけど、肌がもちっとするんですね。でも分かりやすくね、ザラザラしているわけではないので、敏感肌の私も使いました。毎日使ってたんですけど、特に問題なく使えて、洗い上がりはね、若干さっぱりめでしたね。夏におすすめって感じかも。日常的に今まで使ってた保湿重視の洗顔よりは、朝ね、乾燥しやすいかなって気持ち思ったんですけど、私の中ではさっぱりめなので、夏に使ってよかったかなと思います。これからの冬はね、もっと保湿重視の洗顔を選びたいので、一旦保留って感じですかね。ちょっとまた機会があったらね、使いたいと思います。さあ、続いてなんですけど、もう動画でもしつこいぐらい登場していますが、こちら、ラゴムのジェルトゥーウォータークレンザーでございます。 YouTube 初期の私はですね、結構肌荒れてまして、敏感肌なんでね、常にもうどんなスキンケア使っても顔が痛い、ニキビできるみたいな肌質だったんですけど、この肌質をもう土台から変えてくれたのがこのラゴム。朝の洗顔をこれに変えるだけで本当に変わると思う。これテクスチャーなんですが、出すとこんな感じです。ジェルタイプの朝洗顔なんですけど、オイル味がね、ないんですよね。本当にジェルって感じで、粘り気がない、トゥルトゥルとした洗顔なんで、ちょっと今日やってないんで顔に伸ばしますね。こんな感じで朝起きたら顔全体にこのジェルを伸ばすんですね。まず顔を濡らさなくていいんですよ。これは塗って洗い流すだけなので、もう朝忙しい方とかめちゃくちゃおすすめですし、私はもうこれ一生涯使い続けたいってぐらい肌に合っているので、乾燥肌さん本当に使ってみてほしい。結構いろいろね、口コミを読んでいると、角栓とか毛穴にはね、効果がないので、そこがね、気になってる方も結構多かったんですが、私はそこまで毛穴開きとかは気にしていないので、とにかく乾燥しやすい敏感な肌の方はすごいしっくりくるアイテムだと思います。私からするともう本当に素晴らしいアイテムなので、問題点があまり見つからないんですけど、人によっては結構ジェルを落とすのに時間がかかったり、どこが落とせてないかわからないみたいな書いてる方もいて、確かになとも思いつつ、私はもう落とす時もちゃちゃっと落として、ちょっとぬるってなってたら保湿されてるなぐらいで気にしないんですけど、購入しにくいんですよ。多分バラエティショップにはあると思うんですけど、そこら辺のね、ドラッグストアには売ってないので、ドラッグストアに売ってるね、朝用のジェル洗顔使ったんですけど、やっぱりね、粘り気があるものだったり、テクスチャーがね、結構固めなんで、肌にこうやって滑らせた時に、肌が薄いとね、少し摩擦に感じてしまう。自分の肌よりも、そのスキンケアのテクスチャーが硬いと、すごい肌が負けてる感じがすごいするので、軽さ、滑らかさ、かなり気にしているんですけど、このラゴムはすごい滑らかで、伸ばしやすいし、ほんと負担がないので、これはね、もう永遠にリピし続けています。洗い流してきます。もう肌触ったらわかるんですけど、なんか一回化粧水したのかなってぐらい仕上がりしっとりしてまして、結構ね、寝てる間とかも地味に皮脂が出てたりするので、朝これ塗ればオフしてくれるし、朝ね、この洗顔使うと化粧のりすごい良くなったんで、毛穴とか気にしてる方だったり、さっぱりを求めてる方はあまり合わないかもしれないんですけど、敏感肌、乾燥肌、これからのね、乾燥シーズンっていうのはもうめちゃくちゃおすすめです。私はもう365日、どんな季節でもどんな肌調子でもこの子が
がいることによって肌が健やかに保たれているので、もうなくなっちゃったらどうしようって感じなんですけど、最近ちょっとドラッグストアでまた新たなね朝洗顔に出会ってしまいましたので、まだ出てないんですけど、ちょっとあのお仕事でいただきまして、このラコム使い切ったんですけど、ちょっと同時進行でね、そのとある新作を使ってまして、また動画にすると思うので、それも楽しみに待っててください。永遠にリピし続けるんですけど、もう一個新たに素晴らしいのが最近生み出されました。結構ネットとかだとね安くなってる時期あるのでチェックしてみてください。さあ洗顔が終わったということで、続いてがですね化粧水部門です。あの化粧水はですね5つあります。ちょっと1つ塗りたいのがあるので、まず1つ目なんですが、Dプログラムのモイストケアローション MB でございます。はいはい、もうファミリー。これはね乾燥肌向けの化粧水なんですけど、テクスチャーはこんな感じ。オイルのようなねベタつきっていうのはないですけど、かなりしっとりめのとろっとした化粧水です。なくてはならないですね。私の肌荒れのね体質を根元から変えてくれた D プログラムのピンク、これはもう永遠に、というかもう薬と思ってます。私いろんなねスキンケア試してるんですけど、やっぱり肌がねごわついてきたり荒れちゃったなって時とかは、もうこのねDプロを使えば確実にリセットされるんで、もう薬です。もうこれは常備してないと肌荒れた時にどんどん悪化してしまうので、もうね4年ぐらいリピし続けているアイテムなんですけど、 D プログラムっていうのは結構こういうね季節の変わり目とかの揺らぎに着目したブランドでもあって、多分ね薬局でも見たことある方多いと思うんですけど、カラーがいくつかあるんですよ。黄色とか紫とか緑とか、それぞれあって美白に特化したものだとか毛穴に特化したものだとか、美白言ったね、いろいろね使ったんですけど、やっぱり肌質によって質感が全然違うので、中でも私が一番好きなのが白とピンク。ピンクを一番リピートしてますね。先ほども言いましたが、私顔がねほんとお風呂上がりほてりやすいので、化粧水を塗るとね弾くんですよ。顔がねあまりにも熱すぎてこんな感じでね浸透してくれないんですね。ちっちゃい水滴がブブブブブーってなって肌にね入っていかないんですけど、これはね私の熱々の肌でもぐんぐん入りますよみたいな感じで容赦なく浸透してくれるので、もう好き、大好き、もう化粧水界で一番好き。 D プログラムはお試しサイズもあるので試してみてほしいです。私初めて使ったのがそのお試しサイズだったんですけど、このお試しで実感できたんで、これは違うってなった。もうそっからね初めて使った日から家からね一滴もなくさないように常にリピートし続けています。そして続いてですね、これちょっと前のね抜け殻を取っておいたんですけど、このオルビスのねこっち使ってたんですけど、オルビス U ドットローションの方を使い切ったので、せっかくなんで2つ紹介します。オルビス大好き。クリアの方がオルビス U エッセンスローションで、ホワイトのタイプがオルビス U ドットローションでございます。オルビスもですね私の肌荒れ時から一緒に脱出手伝ってくれたアイテムの一つでして、ずっとねこっちのクリアを使ってたんですよ。まずテクスチャーの前にね何が違うんだってところなんですが、こっちのクリアのオルビス U は初期のエイジングケアで、こっちのホワイトのオルビス U ドットの方は本格的なエイジングケア向けなんですよ。初期のねエイジングケアといってもなんか不調増えてきたなって方におすすめなのがこっちのオルビス U で、ある程度年齢を重ねてね肌悩みがなくなってきたな、定着してきたなって時におすすめなのがオルビス U ドットで、成分もね結構大きく違って、こっちのオルビス U は肌荒れ防止有効成分が入っていて、こっちのオルビス U ドットは美白なんですよ。私もね昔に比べて肌荒れすごい落ち着いてきたんですけど、やっぱりね未だに揺らぎを感じますし、ちょっとねどちらも使ってみて感じたことがあったので紹介したいと思います。さあこっちのオルビス U の方の化粧水がですね結構とろみあるんですよね。トロパシャ化粧水とも呼ばれてまして、もうこの私の乾燥肌には嬉しいような保湿具合ですね。かなりしっとりします。しっとりするんですけど、なんかジェルのようなベタつくようなしっとり感ではなく、ご覧の通りですね化粧水を拳にこうやって垂らすと、はい、この液体が落ちるスピードが結構ゆっくりじゃないですか。結構パシャパシャのねさっぱり化粧水っていうのはもうスーンと下に落ちていくんですけど、これはねゆっくり落ちていくので液体もトロッとしてて乾燥肌向けっていうのが、まあ垂らした時点でわかります。でこっちのオルビス U ドットの化粧水はですね、割とこの落ちるスピードが速いですよね。けどやっぱ比較するとこっちもとろみあるな。どっちもとろみあるんですけど、私はオルビス U の方がよりしっとりしてて乾燥にはね効果的だった
ったかなと思います。てかもうどっちもねめちゃくちゃいいんですよ。けど私はね徐々にこっちのオルビス U ドットに移行していくフェーズでもあるなって最近感じました。ずっとね今までこっちのクリアだったんですけど、肌も荒れずね美白成分も入ってるってなるとやっぱり嬉しいじゃないですか。リピありなんですが、ちょっと私最近ねまだ肌荒れがね出てきたりもしたので、ちょっとこっちのねクリアの方をリピしたいなと思います。さあ続いても化粧水なんですが、あと化粧水は2つです。ちょっと残ってるんですけど、ブランのマジックシカトナーでございます。名前の通りシカと書いてあるんですけど、これツボクサが1本分入っている詰め込まれたトナーでして、シカ成分っていうのは鎮静効果もあったり肌荒れにもすごいいい成分なんですけど、テクスチャーがねもう出すともう水のように下に落ちていくぐらいさっぱりしてて、あの調子いい時に使うと、調子いい時にというか、あの肌荒れすることは全くなかったんですけど、あのね肌がめちゃくちゃに乾燥してる時に使ったらひりついちゃったんですよね、久しぶりに。ちょっとそれがねあの途中怖くなったんですけど、荒れることはなかったです。で BHA と AHA っていう成分が入ってまして、優しくね角質をピーリングしてくれる作用もあるんですね。だから保湿というよりもあの角質とか毛穴気にしてる方にすごいいい化粧水だなと思いました。夏場とかねガンガン使ってたんですけど、肌本当にねつるっとするの。なんかシカとか言うけんさ、もう完全に守りのスキンケアとも思ってたんですけど、結構ねニキビに効果的だったり、がっつりではないんですよ、ソフトピーリング効果もあるんで、拭き取り化粧水として使うのもすごいおすすめです。テクスチャーはね結構水っぽいんですけど、肌に伸ばすとねしっとりするんですよ。なんですけど仕上がりさっぱりみたいな、なので夏場のね毛穴ケアとかにすごいいいんじゃないかなと思います。完全にねリピなしっていうわけではないんですけど、これからの乾燥シーズンは私かなり切りつきやすくなるので、ちょっとまたね機会があったら使いたいアイテムです。多分ね目代わりとかで買ったらすごい安くなるし、 200ml 入ってるんですよ。私化粧水の消費量半端ないので、量が多ければ多いほど好きですね。多分敏感肌も一つにくくっちゃいけないと思うんですね。敏感肌も種類が多分あって、私の敏感肌は皮膚が薄くってほてりやすい、赤みが出やすい乾燥肌での敏感肌で、乾燥じゃなくってあの脂性肌オイリー肌さんで、あの皮脂が出てニキビができやすいタイプの敏感肌さんもいると思うんですよ。なのでもしかするとねひりつきやすい方もいると思うんですが、一応ね低刺激の化粧水なんで、どちらかというと混合肌さん、脂性肌さん向けなのかなって感じがしました。ちょっとまた機会があったら使いたいです。さあ続いては化粧水最後なんですけど、はあ、これめっちゃ好きやった。こちらドクターシーラボの VC100 エッセンスローション EX スペシャルでございます。あの私の実家というか私の母がもうスキンケア昔からのドクターシーラボ揃えるタイプ で、私もねそれでドクターシーラボ一式使ってたんですけど、めっちゃ肌綺麗になるんですよ。あれめっちゃ高いんですけど、でも目に見えてもう当日というか翌朝の効果がもうプルップル弾力って感じになるんで、皮膚薄いのに厚みがあるみたいな感じになるんですけど、ちょっとね高いから使ってなかったんですが、これシーラボは私クリームが一番好きなんですけど、オレンジのね化粧水をずっと実家でめっちゃでかいやつ使ってて、でこのね EX スペシャルは初めて使えました。出るかな、使い切っちゃったんですけど見て、はい、あの下に垂れるスピードがご覧の通り激遅ですね。めちゃくちゃ保湿力高いんですよ。ちょっとね色味わかるかな、これ透明じゃなくって若干黄みがかってるんですけど、ビタミン C 化粧水なんですよね。うわートロトロ、めちゃくちゃとろみ化粧水なんですけど、ビタミン C 誘導体最高濃度配合されているので、ビタミン C ってさ美白効果もあるんですけど、結構毛穴も綺麗に見せてくれるので、とりあえずこれ塗っとけば肌綺麗に見えるなって思うような、欲しいもの全部詰まったみたいな化粧水です。で結構ビタミン C の化粧水ってあの肌がねひりついてしまったり、なんか逆にねあの乾燥して毛穴が開いてきてしまったり逆効果のものがあったんですけど、これはねあの保湿は大前提からのあのビタミン C 効果があり、ちょっとねやはりビタ C 化粧水界の神だなと改めて思いましたね。このオレンジのプレミアムというかスペシャルバージョンがこのゴールドなんですね。でこのオレンジの VC ローションと同じ部分はビタミン C とナイアシンアミドが配合されている。でこの2
2つのね違いって言えば、こっちのゴールドの方にさらにエイジングケア向けの成分とか保湿成分がより多く含まれているので、まあ、ちょっとこっちの方がアンチエイジングケア向けになるのかな。でこっちのゴールドのみ含まれている成分がフラーレンで、フラーレンが抗酸化作用もあってビタミン C の約170倍も効果があるんですね。でこれがね何に効くかというと、シワ、毛穴だったり、まあ、肌のバリア機能とかにも効果あるんですけど、私が今一番気になっているのはシワじゃないですか。前からあったバージョンでもちょっと肌がふっくらというか張り感が出るので、まあ、肌がねすごい漏れるから好きだったんですけど、それをさらに上回る、リピートしようかなと思います。高いんやけどね、やっぱとろみのある化粧水ってバシャバシャ使わず、もうちょっと数滴取って肌に伸ばすだけでしっかりと保湿されるので、まあ、なんだかんだねバシャバシャ使うよりもコスパ悪いわけでもないなとも思います。ちょっと1万超えするんですけどね、兄弟ポンプ型があるのでそっちをね購入しようかなと思います。肌がめちゃくちゃ乾燥してる時に使ったらちょっと痛かった気がします。痛かったけど、めちゃくちゃニキビがあった時にも使ってて、それがニキビ改善にもつながったので、やっぱビタミン C っていうのは私のタイプの肌荒れにもすごい効いたし、ちょっとひりつきはあったけど肌がね綺麗になったので、シーラボダイ先生は安定に良かったです。素晴らしい。さあ続いてなんですけど、順番的に美容液を紹介していこうと思います。最近使い切った美容液は3つ。さあまず1つ目なんですが、こちらラロシュポゼの N10 セラムでございます。敏感肌用エイジングケア美容液と書いてあります。もう基本的にこれ夜使う美容液なんですけど、液体というか取りにくいんですよね、ちょっと。で出すとこんな感じで、美容液なんですけど白なんですよね。見てこのとろみ、最高です。私とろみがね大好きなんですけど、これナイアシンアミド主役なので、保湿力だったりハリを与えるのはもちろんなんですけど、乾燥によるシワ改善とかたるみの予防にもなるので、はい、私シワすごい気にしていますので、その予防としても使っています。ご覧ください、このトゥルトゥル具合。もう美容液こってりしてるもの大好きで、乾燥肌なんでね、もう保湿力高いものは何でも好きみたいな。なんですけどナイアシンアミドって血管拡張作用っていうのもあるらしくって、皮膚が薄い箇所の血流を改善してくれたりするんですね。なので青クマとか肌の色ムラにも効果があるって言われてるんですよ。なんかね、私の肌にすごい合ってるなって思う成分の一つで、で中でもこのラロシュポゼが一番ナイアシンアミドの効果を感じた気がするので、このねラロシュポゼは多分去年か一昨年動画で紹介したんで、なんか3本ぐらいリピしていると思います。かなりちょっとベタって感じる方もいるかも。めちゃくちゃ重めなんで、敏感肌でナイアシンアミドを求めてる方はラロポぜひ使ってみてください。香りはねなんかよくわかんないけど、ちょっと甘さのあるような、ちょっと花畑にいるようなフローラルではないんですけど、いい香りはしますね。きつく感じる方もいるかもしれない。まあ、私すごい赤みが出やすいのでね、ナイアシンアミドを肌に塗りまして、これ塗るとね朝までのしっとり感がまた変わるので、より保湿されます。なんか一回ね肌めっちゃ乾燥してる時に使ったらちょっとねピリッとしたので、ひりつく可能性はあるんですが、ニキビができたことはないので合ってるんだと思います。あれ調べたんですけど、これパケ変わりました。続いてがこちらなんですけど、アヌアのレチノール 0.3 ナイアシンリニューイングセラムでございます。なんかパケ変わっとる。これはですね、もう一つに全部詰まっちゃってるので、これ一本でいいじゃないかとなるようなアイテムでして、レチノールが 0.3%とナイアシンアミドが 5%、 そして角質ケアをしてくれる成分が2つ、でさらにペプチドが8種類も入っていて、なんかもう1個にてんこ盛りみたいな。結構スキンケアねいろいろ使うのが苦手だな、1個にもうまとまっててほしいみたいな方にすごいおすすめのアイテムで、レチノールもですねリポソーム化されたものが 0.3% なんで、毛穴のね5000分の1にナノ化されてるんですよ。なので結構ねレチノール高濃度単品の美容液とかに比べると本当に皮むけとかも私はしなかったし、結構ね毛穴ケアにすごいおすすめだなと思いました。1週間後とかね肌のキメがすごい整うというか、この辺のね毛穴が少しキュッと締まってるような感じがするので、開き毛穴さんとかもすごいおすすめかなと思います。で結構毛穴ケアって敏感肌からすると結構攻めのイメージがあるんですけど、なんかね全然攻めてる感じがしないぐらい使いやすかったです。ちょっとクリームもねかなり柔らかい感じですし、肌のねターンオーバー
ーを促進してくれるので、なんかむき卵肌になる感じですかね。アヌアって言えばね、結構守りのスキンケアが多いイメージだったんですけど、その守りから出たあの攻めのスキンケアなんで、なんかね安心して使えるというか。あとね、あのすごいなって思ったのがアデノシンっていうあの成分が配合されてて、表情筋をねアプローチしてくれる成分なんですよ。なので使うたびハリ感が出るので、こういうねシワとか効果的なんですよね。でまあリピするかというところなんですが、悩み中です。結構私あの美容液オタクみたいなところがあって、なんか一個一個成分で使い分けたいタイプでもあるんですよ。こういう手っ取り早いにいろいろ入ってるのも好きなんですけど、結構レチノール単体、ビタミン C 単体、ナヤシアミド単体みたいな美容液が好きで、なんか一個一個ね肌調子に合わせて調合して使ったりするのがすごい好きなので、すごい肌にも合ってたし良かったんですけど、やっぱあのそういう単体の方が効果感じるので、ちょっと一旦保留っていう感じですかね。なんて言うんですかね、もうガツンと効果が来るっていうよりも、しっかり肌を守りながら徐々に肌をむき卵にしていくよみたいなアイテムなんで、あの戻ってくる可能性めちゃくちゃ高いです。レチノールをね普段あまり使わないよって方とか、レチノールデビューとしてもね使いやすいアイテムかなと思います。結構テクスチャーもね重めなので、乾燥肌さんも使いやすいと思います。っていうかなんか美容液らしい美容液ないかも。続いてなんですが、これもめっちゃクリーミーなやつなんやけど、こちらダーマファクトリーの EGF アンプルでございます。あのダーマファクトリーは韓国のブランドなんですけど、あのちょっと前の目変わりで爆買いいろいろ商品買いまして、中で先に使い切ったのがこちらでした。これですね、 EGF アンプルっていう名前なんですが、 EGF が 18% 配合されてまして、これがどういう成分かっていうと、肌のターンオーバーを整えてくれるので、まああのレチノールと同じような効果ではあるんですけど、レチノールって結構 A 反応が起こってちょっと皮むけしたりするんですけど、これは皮むけとか一切なく肌にねハリ感を与えてくれ、結構ねあの質感で言うとかなり守りのスキンケアかなと思います。入ってないな、見せたい。これもねあのかなりねあの白くてトロッとしたテクスチャーなので、乾燥肌の私からするとすごい使いやすいんですけど、 PDRN っていう成分も 1% 配合されてまして、これがサーモン注射と同じ成分なんですね。だから塗るサーモン注射みたいな。これもねコラーゲンの生成を促進してくれるので、結構ねニキビ跡とか肌の色ムラが気になっていたので購入してみたんですけど、正直あの効果はあまりわからなかったけどね、あの質感がすごいいいので、なんかもっと使いたいって思いましたね。まあこれ1本使い切っただけだと、あの肌のね弾力だったりハリ感はすごい調子良くなったんですよ。結構守りなんで、色素沈着とかニキビ跡に効果があったかというとそれはちょっとまだわからなかったです。でもねあの肌がちょっとごわついてる時とか乾燥してる時にも使えるような美容液だったので、肌のもちっと感弾力感にはすごい効果がありました。あのダーマファクトリー気になってたのでね使えて良かったです。一旦保留。ちょっと EGF 関連のスキンケア他もいろいろ試してみたいなと思います。さあ続いてなんですが、最後の部分です。クリーム部門3つ紹介していきたいと思います。すごい熱くって赤くなっちゃってるんですけど、スキンケアの中でもですねやっぱ乾燥肌だからっていうのもあるのか、クリーム大好きです。ちょっとまあ失敗したものもあるんですけど参考にしていただけると嬉しいです。まず1つ目がこちら、クリニークのサージジェルクリームでございます。こんな感じのねジェルクリームでして、あのオイルが入っていないので、なんかねオイルっぽいさ粘り気とかはなくって、保湿力も高いんですけど重さもそこまでないので、夏とかもね結構仕上げの蓋としてすっきり使うことができました。見てこのプルプル感、かなりね滑らかなクリームでして、クリニック独自のねアロエ発酵成分とヒアルロン酸が配合されているクリームです。基本的にこれ寝る前にいつも使ってるんですけど、ベタつかないのにしっかり保湿してくれるので、これからの乾燥シーズンはすごいおすすめのクリームです。ジェルタイプなのであのこっくり感はないんですけど、ちゃんとね朝まで保湿してくれますし、オイリー肌さんもねそこまで不快感のあるテクスチャーではないと思います。でこれクリームなんでスキンケアの最後に蓋として使うのはもちろんなんですけど、いくつか使い方があって、なんかね肌が乾燥してるなって時メイクの上からも使えるんですよ。ちょっと私はねあんまりそういう使い方はねしたことないんですけど、メイクの上から乾燥気になるところに少量取ってのせてあげるとね保湿されるみたいなので、まあ、そういう使い方もできるし、こういうね爪の甘皮とか、これからの乾燥シーズンは肘で、あとびっくりなことにね
髪先にも使って OK みたいです。確かにちょっとパサつきがある時につけるとまとまったりもするので、まあなんかあの顔に、まあ、使ってるんですけどマルチにも使えるなと思って感動しています。でスキンケアした後のめちゃくちゃ顔たっぷりに塗りまくって5分間集中マスクとして使うとこれも肌がねめちゃくちゃプルプルになるみたいなので、ちょっと使い切った後に調べて知ったんですけど、ちょっと今あるクリームたちを使い終わったらねもう一回買おうかなって悩んでいる最中です。結構こっくりとしたねあの白いクリームとかいっぱいあるんですけど、このジェルタイプのクリームってあんまり持ってなかったので、まあ1個常備しておいてもいいのかなって思います。なんかねズバ抜けて肌がめちゃくちゃ綺麗になるっていうよりも、なんて言うんでしょうか、本当に守りのクリーム、肌を荒れないために蓋をするクリームみたいな感じですね。肌が荒れてる状態でも使いやすいし、保湿求めてる方だったりあんまりね癖あるクリームがね苦手だなって方とか使いやすいんじゃないかなと思います。本当に肌がプルプルしてね健康的な肌がずっと使い続けたら続くので、すごい安定的なクリームって感じですね。さあ続いてなんですが、こちらキレルのクリームでございます。そのままなんかもうねベストであの自分に合ってるスキンケアっていうのは見つかってるんですよ。ディープロとかねもう安定的に自分の肌の最大限良くなるスキンケアを知ってはいるんですけど、やっぱねディープロもそうなんですけど金額がね高いので、なるべく安くでいいものを探したいという気持ちで定期的にあのプチプラ探しに行ってるんですけど、あのこれ買ったんですけど体用でもあったのねっていう感じ体にも使えるらしいの。こんな感じで綺麗に使い切りました。あの一時期キュレルのクリーム大好きでよく使ってたんですけど、テクスチャーこんな感じです。あの全然ねあの滑らかっちゃ滑らかなんですけど、やっぱ私の肌が皮膚が薄いからかこの滑らかなクリームでさえちょっと硬く感じてしまうんですよ。なんて言ったらいいんでしょう、なんかねちょっと硬く感じるので、こうやって伸ばしていく最中に重いなーって感じることもあり、一応ね顔には使ってたんですけどちょっと荒れそうな予感がしてきたので体用って書いてあったので体に塗りました。なんでボディクリームみたいな使い方を途中からしましたね。あのもう一個ね私がずっと使ってたクリームがキュレルのフェイスクリームってやつなんですね。でこっちがクリームなんですよ。でも多分こっちの方が量が多かったんで、こっちが良かったらコスパめっちゃいいやんと思って使ってみたんですけど、やっぱりあのフェイスクリームの方が顔に塗るのに合っていた。どちらかというとこっちの方がこっくりバターっぽくって、でフェイスクリームの方がよりふわっとしてあの伸ばしやすかったので、リピするならあのフェイスクリームの方かなと思います。まあ共通成分としてはセラミドですね。本当にキュレルってあの敏感肌にすごい寄り添ってくれたブランドでもあるので、多分成分的にはね私の肌に荒れるものは入ってないと思うんですよ。なんですけど結構あの質感で私肌が荒れてしまったりするので、ここまでねあのちょっと固めというか滑らかなんですけど私の肌にはちょっと伸ばしづらい負担を感じたので、まあこれはまあ体に塗るならリピありで顔に塗るならリピなしという感じですかね。こっちのクリームは赤ちゃんの肌にも使えるとも書いてあったので、肌に優しいっちゃ優しいんですが質感がちょっと私には合わなかったかなという感じで、でもマジでめちゃくちゃ保湿力高いので、この肌に伸ばした時の質感が気にならない方とかはめちゃくちゃおすすめです。続いてのアイテムなんですが、めちゃくちゃ高級品、すいませんちょっと上からお見せします。ランコムのレネルジー HPN クリームでございます。ちょっと待って、もう全部見えちゃう、こんな感じのパケです。なんとねこれ300種類のペプチドが配合されているらしく、クリームなんですがテクスチャーこんな感じです。結構バター系のテクスチャーでこっくりしているっちゃいるんですが、こういうね重そうな感じのクリームが肌に合わないんですけど、これいけるんですよね。もうねこうやって置いたらあこっくりしてるんですけど、伸ばすとめっちゃ滑らかみたいな、薄肌でもね負担なく伸ばせますし、本当にハリ感が出る。さらにヒアルロン酸ナイアシンアミドも配合されているので、なんか肌のね緩みだったりたるみが気になる方にもすごいおすすめです。なんでどちらかというとやっぱエイジングケア寄りですかね。あのね感じたんです、私26なんですけど、もう本当に26に突入してからですね、これは危ない、本当に気合い入れないと一瞬で老けるなと思って、小さなねシワに気づき始めたんですよ、たるみも。で多分ねちゃんとしないと疲れ顔にすごい見えてしまう
まうので、見えていなくてもちょっとシワあるかもみたいなのが多分老けのサインなんで、まあ、こういうのがね見つかった時からエイジングケアっていうのはスタートすると後々ねやってよかったって思えると思うんで、今年ね初めてランコムに手を出したんですけど、こんなにいいんだって感動しましたね。ベタつき感はないんですけどね、これを塗ると本当に朝までしっかり保湿されて、クリームなんですけど塗り続けることによってキメが整う感じもします。速効性はですね初めて塗った日に感じましたね。塗った翌朝ですかね、なんかね変な皮脂が出なくなって、これを使い続けると肌のねベースが整うというか、揺らぐことがなくなるというか、常に調子いいみたいな肌になるので、高いんですけどもう一回買ってみようかなと思います。この子がね活躍するのはこれからの乾燥シーズンだと思うので、本当に一見濃厚そうなんですけど伸ばすと意外と軽いので、なんだけどめちゃくちゃ超乾燥肌の満足のいく保湿具合、ふっくらするのでね、最近私もハイライトでさ、いかに肌をふっくら見せるかで勝負してるじゃないですか。それをまた夜のクリームの仕込みでふっくら感を朝出せると、ちょっとメイクのさ時間も軽減されるじゃないですか。肌がねカピカピよりもちょっとふっくら感ある方が健康的にも見えますし、若々しくも見えますし、リピ頑張って働いてありにしてみせます。というわけで以上です。さあ、使い切りスキンケア紹介してきたんですけれども、いかがでしたか。初めての企画だったんですけど、なんかねせっかく1本使い切ったんならば誰かのベストスキンケアにもなるかもしれないし、ちょっと今後もねスキンケア溜まったらこんな感じで紹介していこうかなと思います。ジェル洗顔とか最近手出したものとかいっぱいあるので、もし皆さんのなんか私に合いそうだなみたいなおすすめのスキンケアありましたら、コメントなどで紹介していただけると嬉しいです。常にスキンケアはいいものに出会えないかといろいろ試しているので、もうねニキビできちゃったんですけど、年はね重ねていってますが肌の美しさは更新し続けていきたいです。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。